私の研究は元素の化学というふうに言うことができます。元素は110いくつかの元素があって、その110いくつの元素を駆使して、で新しい材料物質の合成をして、それで新しい性質の物性を見出すという研究をやっています。現在パラジウムとか白金という貴重な元素は非常に今量が限られてて、で値段も高いという問題があります。で我々はパラジウムの両側にあるロジウムという元素と銀という元素を混ぜ合わせて、それがパラジウムと同じような性質を出すということを見出しました。金属と別の金属を混ぜて作る合金というのは、実は混ざらない組み合わせの方が多くて、で今まで混ざらない組み合わせに関しては研究は全く なされてこなかったんですが、我々最近その元素間融合という技術を開発しまして、でいろんな元素をですね自在に混ぜるということを研究を行っています。したがってその110いくつの元素をいろいろと調合することによって新しい元素を作り出すということも可能だというふうに考えています。そうですね、新しい発見したいということを求めている人にぜひ来ていただきたいですね。私の場合は小学校の時にアポロ11号が月面着陸した時に、小さいながら全身震えました。日本中の子どもはそれを月面着陸を見てですね、感動して理科研にみんな進んだんだと思います。やはりその感動するっていうことが非常に大事だと思います。でつまり最初に発見があって、でその後に驚きがあると思います。でそこから少し時間を置いて感動が来るわけなんですね。でだからいかにどれだけその、発見と驚きと感動を繰り返すかによって、その人の、研究者としての能力が上がっていくと私は思っています。それが多分人の成長を育てるんだと思います。ただし発見する夢があるかないかっていうのは、小さい時にいかに自然の中でどんな虫や草木を観察したかということと同時に、何かを求めるということは気持ちは重要だと思います。